僕アルバイト。はい、なんかこのゲーム今ツイッターでめちゃくちゃ話題になってますよね。ちょっとやってみようかなと思います。まあ、あのゲームの内容は簡単です。俺が新人のコンビニアルバイト店員になって迷惑な客が来たらバールでぶん殴るらしいですぶっ飛んでるでしょ。ものすごく話題になってたんだよね。じゃあいきます。プロローグ、ハテナはこれはストーリー的なあれなんかな。じゃあいきましょう。まあね、俺みたいなゲーム実況者っていつまでこういう実況人生歩めるか分かんないじゃんね。実況なんかうまく続かなくなったらなんかね社会に戻らなきゃいけないわけでしょ。多分絶対無理なんだよね。一発でなんかこうなんかね社会人か会社員とか絶対なれるわけねえじゃん。だから多分コンビニバイトから始まってこう地道にこう積み上げていく。何を言ってんでしょうね。さあ行きましょう。まあゲーム実況者ってあの言っちゃうと俺みたいなタイプはシャフみたいなもんなんであんまこういうの言わない方がいいな。一発、僕の名前は一発。お前一発って名前な。平凡な一般人だ。絶対嘘やろお前。いくら相手が迷惑な客だとしてもバールではもう戦ん。ワンチャン死ぬし。お前一般ではねえわ。最近この一撃地に引っ越してきた。治安が悪くてちょっとやんちゃな人が多いと聞いてるがどうなんだろう。うん、まあじゃあいっか。バールでぶん殴っても相手許してくれるやろ。相手は多分あのね、そういう噂が流れない。俺はバールでぶん殴られたっていう噂がな流れてほしくないだろうから。何、今日はアルバイト初日だ、遅れないように行かないと。うんあ、お前ほんと初日なんだ。目的地は繁華街を抜けた先だ。しかも深夜でのバイトが夜勤のバイトってこと。いや俺も普段コンビニは深夜に行くことが多いからね。深夜のコンビニの店員ってさ、まあいやまあ俺の地域だけかもしれないけど、まあ柄悪いんだよね本当に。いらっしゃいませはまず言われないでしょ。でしかもね、すげえ態度悪い店員たまにいるんだよね。はい、袋入れますかとかってなんかすげえあれだからさ、もう自分から言うようにしてんだよね。コンビニ袋してる時、あ、袋お願いしますっつってもう反応されないからね。はいはいとか、なんかいっぱいいる。これだから最近の若者は血うっせえな。反省してます口に出して言えや。反省しますの部分心の中で思ってんの。やだな、髪型気持ち悪いこれ若者なの本当に。ねえ、この髪型はモテないだろう。いやモテんのかな。イケメンがこの髪型すればモテるかもしんねえけど、産毛半端なくね。あとお前襟足そのアイロンでピョンってしてんのかもしんないけど、それやめた方がいいぜ。あーなんか、あー酔っ払いか。ウィークワンカップでも飲んでんのかなこれこれえトマト缶じゃないよね。お前トマト缶持ちながら酔っ払ってる。そんなことないよねさすがに。ちょっと待って、視点があれだな。感度ちょっと下げよう。0.6 ぐらいにして、ですで、んちょ、出て戻んだ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとね酔っちゃうかもしんないな。もつ鍋、いやもつ鍋食いたいな。もつ鍋って言えば、えもつ鍋って福岡だっけ。生きてー福岡マジで。あこれは喧嘩の跡かい。あ違うな、これも酔っ払ってるこれトマト缶にしか見えねえんだけどいや田舎こういう風景見ないからさ、なんだこいつ。まいったな、髪の毛春日一番みたいになってる。龍が如くの、ああ話しかけたりはできないんだ。まあ本当に治安悪いんだね。今思いっきり唇噛みました。はい、お好み焼き多くね。ああではなんかチェあなんか似たような味噌な。もつ鍋多くねもつ鍋ばっかじゃね。はい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 、もう行きますぜ。あこれでアルバイト先に向かう。ちょっと外れのところにあるってことね。うわヤンキーたまりそう、こういうベンチとかに。いやもうヤンキーはベンチにすら座らなさそう。扉のここら辺かな、ここら辺でゴミ箱占領してそう。あそこがアルバイト先のコンビニだ。まずは店長に挨拶に行かないと。え、これ初日なんでしょ。まあ面接みたいなのは受けたのかな。でその次の日に、まあじゃあ早速入ってくれるみたいな感じで行くのかな。あーこの店の名前何なんだろう。811かな。ねえちょっと似てない。おはようございます。すみません、あ、これ店長ああ、おお君が今日からよろしく頼むよ。お、ああちょシフト変わるってことなのね。いや顔つきよ。はい、よろしくお願いします。なんかこういう人なんか10年ぐらい前までめちゃめちゃやんちゃしたりさ、なんかそういうイメージない。すげえテカってね。
今はちょうどお客さんもいないところだし、仕事を始める前にコンビニの中を見てくるといいよ。必要ある？あ、でもそっか、品出しとかもやんなきゃいけないってこと？準備ができたら位置についてくれ。オッケーです。気が済んだら位置についてくれ。まあこういうの見た方がいいってことなんかな。あーとカラー剤、あー、まあここら辺はあれか、ヘア系ね、ヘア系で、マスクで、あーすごい、結構作り込まれて部屋から置くね。いや、こんなバラバラに置く？いや、何箇所あんの？どんだけ置いたの？あ、もう全部ここら辺あれなんだね、顔周りのあれか。え、ぬいぐるみ売ってんの？いや、福袋もあんの？いやー、なんかさ、もう俺田舎住みだからあれなんだけど、もう都会はこうなのかなって思っちゃうんだよね。なんか都会住みの人はこんなんねえよみたいなさ、そういう突っ込みするかもしんないけど、俺は田舎の人だからさ、都会は実はこういうでけえぬいぐるみ売ってたりして、だからなんかこんなんねえよって言ったらなんか、いやあるけどって思われるのすげえ怖いからさ、言わないでおこう。もうこういうコンビニもあるんじゃねえみたいな。これ何？なんか配置終わってない？治安悪いコンビニってさ、治安悪い街のコンビニってこういう配置なの？逆にポテチ少なすぎない？わさび味、なんで普通のポテチが売ってねえんだ？普通の薄塩が売ってねえんだけど。あった！いや、バラバラすぎない？全部の美味しい朝飯。いや、もう配置ぐちゃぐちゃすぎだろ、これ。ヒットヒット。カシス味。エナジージェリー。うん。具合悪。なんか、グミ最近食うと具合悪くなるんだよな。年なんだろうな、シンプルに。なんでこの箇所だけ置いてないの？いや、待って。俺、これ、ツイッターで見たな、多分。なんかね、すげえ話題になってて、で、なんかあの動画みたいなのを見たんだけど、ここにね、なんかね、いたような、いなかったような、ポテチすげえ置いたんじゃん。うん、ガーリック味、海苔塩味、レモン味ね、天ぷら味何味じゃん。天ぷら味って塩、何味だ、めっちゃ気になるんだけど。売ってる？そんなん。まあいいか、とりあえずもう、バナナ。直置き？なんかちょっとね、入ってない？あー、で、サンドイッチ、納豆、牛めし、はい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 、弁当とかもね。これ深夜ってことはさ、深夜でこんな弁当売れ残ってんの、まあまあ珍しいと思うけどね。しかも都会じゃないの？入りまーす。ちょ、こっち見るやつ怖いんだから、このおっさん。はい、あります。ニーナちゃん、お疲れ様でしたー。なんか、不愛想だな。ちょっと俺も新人なんだから。でもコンビニってこういう感じなんかな。別に仲良くなる気ないみたいなさ。おう、お疲れ、お疲れ様でした。よし、早速レジに立ってもらうかな。はい、あと俺はちょっと重要な用事が入ってしまってな。いやー、これで俺がワンオペになるってこと？悪いが、あとは一人でやってくれないが。え、いきなり一人でやるんですか？まあでも深夜だから大丈夫だよみたいな、そういう安直な気持ちでいるってこと？大丈夫大丈夫、簡単な仕事だし、指示は電話越しでやるから心配するなって。それじゃあ、あとはよろしく頼むな。嘘やろ。店長からの電話を待つ。そのまま行くん？着替えねえの？本当に仕事中に抜け出すみたいな感じなんか、店長が。どこまで行くんだろうな。おうぜ。俺もコンビニ無視するから。そこね、コンビニに店員一人一人いねえで、おもろ。俺が守らねばならぬ。どこまで行くの？あ、行けねえ！くっそ！うわ、夜の街に消えて行きやがった。俺が守らねばならぬ女か？勘違いしてんのかな？ねえ。なんかそういう夜の店の女、あ、電話来たよ。どうやって出んの？電話待つって。もしもし、よく聞こえてるな。まずはスキャナーを手に持つんだ。あ、はい。客が商品を持ってきたら、それをスキャナーで読み込むんだ。どうだ？簡単だろ？はい。スキャナー装備 1！ スキャン1押して、あ、これどこにでも持てるってことで、スキャナー客の対応する、客来るってこと？あ、来てる。確かに、もう外で待つ。いらっしゃいませースキャナー持ちながら外でこの客スキャンできねえの？俺が迷惑な客じゃねえだろ。迷惑な店員やろ、これ。何買うんですか？あ、ポテチっすね。まあ、なんかね、飲みに行って、帰りなんか、ちょっとちまちま、ポリポリ食うみたいな感じなんですかね。あ、どうも。何そのポーズ。いらないのよ。え、でも顔かっこいいな。ね、ちょっと渋い。あれ？ヘアケアに？唐揚げチキン。ポテチ入ってないの？さっきポテチ手に取ってなかった。お前、盗んでないよな。
一発目何この4点、あ4点ってことねだからはみ出てね、唐揚げチキンね、これで、はいはい、あなんかグッドマークついた。でヘアスプレー買うのね、はいはい、なんかラインナップがちょっとよく分かんないな。まあ唐揚げ食った後にお菓子をカップクリーム、まあ、アイスも食べてみたいな感じが、ちょっと可愛らしいお買い物しますね。ね、あんまりお客さんのね買うものはあんま見ない方がいいかもしれないけど、よしよしいい感じだ。お前どこかから見てるだろう。何で電話でわかんだよ。レジ打ちをすることで店のグッド評価が加算されるからな。あーなるほど、もう1000だけど。こっちも順調にストーん、いやいや見守りは完璧だ。なんだこいつ、あやってんな。よし次は迷惑客への対処だ。武器を装備して迷惑客をやれいいねいいね、この店長もう手慣れてそうね、客をぶん殴るの武器装備やばいやろ。えお前縦に振るの、もうこれ赤いやつやって、これ頭にジュシュってなるだろ俺ねえ待って、もうぶん殴りてんだけど、迷惑なことされる前にぶん殴りたいんだけど。ああ、まあヤンキーみたいなそういう感じかい。特攻服じゃないよね。あ特攻服や、あすげえ、大日本帝国ん、おやんのかこれ、アルバイト僕アルバイト何言ってんの僕アルバイトするよしよしいい感じだ。迷惑客を放置することで店にバッド評価が加算されるわな。あ、逆に迷惑客をぶん殴ることで下がったりはしないのねえ、今の時代なんかレビューとかで書かれそうじゃない。お客様は神様じゃない、迷惑客はやってしまえ。わかりました、カタカナのやるやめて。こっちも一段落したけど仕事だるいからこの街が終わってんだマジで。あー嘘だからな、本部からの呼び出しがあって行かなければならない。嘘つくな、それが嘘だろ。次はコンビニスキャンの能力を使うんだ。なんだコンビニスキャンの能力って、隠れて見えない迷惑客の動きが一発でわかるぞ。あはい、なんだって、そんなの使えないだって。コンビニ店員なら必須の能力だぞ、持ってねえよ誰も。おめえがおかしいんだよ R なんかいるね、あれあれが迷惑客ってこと。あまた特攻服、えなんやあれ、後輩か射程か、射程射程俺やっちゃったんかな。んどこに行こうとしてんだ。ああなるほどね、あ禁煙のところで、おやんののがこれじゃねえんだよな。あヤンキーでもやっぱバールじゃ一発なんだな。コンビニスキャンを習得したようだな。うん、すごくない？なんか割と早朝っぽい見た目だけど、やっぱり、まあ、ただのコンビニ店員だとしてもバールにはかなわんよな。しかもこれめっちゃ血ついてそうなんだけど。ああ、これでお前も一人前のコンビニ店員だ。あとはお前一人で頑張れるな。まあまあまあ、でもやることはまあね、難しくないしね。オッケーです。これがプロローグなのかな？すごいな。ありえんくらいロードに時間がかかってる。大丈夫かな？来た。あ、これタイトル画面戻るんだね。アルバイトを始める。なんでこんなあかんだ。いいね。アルバイト終了時間まで仕事をする。あーはいはい。あ、まあ、こっからが本番か。OK です。まあ、バールは常備持ってんだよね。いいね。おでん何も入ってなくね。プールみたいになってんだけど。ね、出汁のプール。まず R で。あ、来ました来ました。まだ、一番最初だから一人ずつしか来ないかな、お客さんは。この音ちょっとあれだな、ファミリーマートっぽいけど、あれファミリーマートの音ってテレテレテテンテテレテレテンだよね。はい、テテ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 、何してんの。これは迷惑客ではなくない？何してんだろうちょっと待てよ、怪しいな、こいつ怪しくない？あ、どうもー、はちょっと待って、早せ、遅いの、ちょっと待ってくださいね。これ普通のお客さんですか？はい、今ピッピします。フルーツグラノーラによくわからないものですね。何ですかこれ。はいはいはい、はい、どうもありがとうございました。あさっきの客どこ行った？6点多いですね。ヘアスプレーにカルビとメロン、あーなんかよくわかんないですね、組み合わせが。本当にフルーツグラノーラってコンビニでそんな買う人いるんですね。ありがとうございました。待って、迷惑客ん、こいつら迷惑、こいつ迷惑客なんか。僕アルバイトちょっとね
あれ減ったな。いや普通の客との違いがわからん。え？でもめっちゃ出てってない？あ、どうもいらっしゃいませ。グミですか？美味しいですよねグミ。ティッシュですね。で、まあ、あ、まあちょっと、もうちょっと買ってもらってもいいですかね。え、あ、これはもう仕留めた方がいいか。仕留めた方がいいんかな。急に客めっちゃ来るようになったね。俺ちょっと見とこう。これ迷惑客とかのこのあれだよね、この切り替えじゃねえ、この見分け方はないのかな。何してんだ。うん、まあ こいつは絶対タバコ吸うだろ。わかるぞ、タバコ吸うやろ。吸わないの。ん、行かないよな。そのままレジ来んのか。あ、大丈夫っぽいね。なんだこれ、まともだなこいつ。こ構成したんか。ポテトチップスに落としましたよ商品。お客さん、それは困りますよお客さん。洗剤ちゃんとしてんな。おらじゃんせ。なんか喧嘩強そうだな。こういう人一番喧嘩強いよね。あのヤンキー多ないね、見た感じ。ビールですね。あ、今日結構家でも飲むんですね。多分結構店で飲んできたと思うんですけど。はい、どうも。まあ、髪洗い、うん、キシリトールか、口臭いですかね。めっちゃキシリトール感じゃん。言われたんかな、意中の女の子に。ねえ、ちょっと口臭いみたいなさ。ちょっとやめて。もうちょっと丁寧に置いてくれません？ねえ。あの、お客様神様じゃないんすよ。ねえ、なんか、俺客だから別に何してもいいだろみたいな態度で来られるとすごい思いっきりバラであの脳天ぶっ刺したくなるんでやめてもらっていいですか。落とすなっつってるな、ババア、おい。なあ、俺今手前の客に言ったよな。ごめん、クッキー食ってポテチ食って。おめえ太るぞ、確実にな。お、女これ。あ、まだ押さねえぞ。押しやるよ。しょうがねえから。怪しいな。怪しくね？てかさ、割と俺、商品パクられてない？大丈夫？飲み物いっぱい買いますね。チョコレート。なんか、うん。カルピス大好きなんすね。うん、怪しい。こいつ怪しいぞ。これぶん殴る準備しとこう。え、何してんの？ちょっと待って、これ外にも行かなきゃいけないんだよね。なんか、大丈夫なんか、ちょっと待って。迷惑客の区別がマジでわからん。ライムですね。はい、はい、どうも。チョコとお酒。あ、まあまあいいっすね。俺、チョコとね、あれなんかね、炭酸系のお酒、合わないと思ってんだけど。唐揚げチキンですね。で、まあ、チョコですね。あー、ポテチ美味しいっすよね。ほんとに。ポテチ食いたいっすね。ハンバーガーも食うんすか。なかなかっすね。まあ、あれなんすかね。冷凍庫に入れといて、みたいな。そんな感じっすか。ちょっとスキャンしとこう。迷惑客来てるかな。てか、これ左上が時間？めちゃめちゃ長くない？おー、結構買ってくれますね。マスクに、ティッシュに、キシリトール、ガム、あー、なんか、洗剤に、ちょっと待って、ヘアスプレー。明日なんか、デートでも行くんすかね。いや、迷惑客来てるか？来てるふん、なんか怪しくね？あの、何も買ってかないでさ、帰ってる店員じゃない？客結構割といない？椎茸ピーマン豚？何これ？美味しそうっすね。どうぞ。はい、どうも。あ、並んでんのか。なんだ？何やってんの？あ、普通に待ってんのね。いや、まともな客しか来てねえ気するけど。治安そんな悪くなくね？なんか一平やびや作んのかなと思ったけど、そういうわけでもないし。はい、ありがとうございました。これやっぱ並んでんだね。ちょっとスキャンするか。ん？なんか、やべえの来てねえか？落とすなっつってるな、おめえ。ポテトチップスだってただじゃねえんだぞ、てめえ。あ、迷惑だね。迷惑客だね。もうさっさとぶん殴れ。え、なんで変の？え、これ。普通の、おい、ぶん投げんな。おい、おい。あ、遅いのじゃねえんだわ。なあ、こっちだってお客様の対応他にもしないきてねえんだよな。わかるや。おい、遅いのじゃお前二度と来んな、クソじじ。ぶん投げんなよ。オッケーオッケーオッケー。この人はまあいいね。ちゃんとしてるわ。ピンクチョコね。美味しいっすかね、それ。どうもー。なんか、独特な服着てんな、おい。うん、これはダサいやろ。下の、ピッチピチだし。な、そのスキニーパンツみたいなの。ありがとうございました。お尻でかい。すごいグラマラスな女性が来ましたね。着方がキモいんだって。すり抜けてこなかった？いらっしゃいませ。はい、どうも。マスクですね。あのお客さんちょっと怪しいな。めちゃめちゃに怪しくないか？腰言わしてんのか、あの人。ちょっと一回。投げたな。おい、お前もマジでやるぞ。なあ。あ、俺ずっともうポケットの中にバル入ってんだわな。やるからな、次来たら。おい、クソババアが。あの、大丈夫っすか？無理して来なくてもいいっすよ。
あ、またぶん投げんのか。別にお前、おい、お前そんな待ってねえだろ。お前弁当ぶん投げんなよ。お前があったら後悔すんだぞ。お、桃水って可愛い飲み物飲みやがって。投げんなよ。お前投げたらバールでぶん殴るわ。あ、ありがとうございます。あ、どうも。全然大丈夫ですよね。はい、椎茸ピ、どこですか。今殺しに行きますんで。どこですかね。どれですか。ん、あれっすね。あ、殺しましょう。あの、死んでくれません。アルバイト。てか、あんま迷惑客来なくね。なんか言っちゃうと、なんか30人に1人ぐらいじゃない。結構レアキャラじゃね。椎茸ピーマン豚バラですね。美味しいっすよねこれね。絶対ね、名前だけど美味しいっすもん。これぶん投げられるな。だからもう投げられる準備しとこう。はい、来るよ。おお、いいっすね。いいお客さんによかったっす。釜村じゃがっこ、あ、いいっすね。チーズ味っすね。美味しいっすよねじゃがっこね。たまに舌切りません、じゃがっこと堅揚げポテトって。投げんなよ。おい、春日一番。マジで龍が如く天ぐらいになったら春日一番こうなってそうね。あの髪型でだんだんさ、後頭部後退化してきてさ。はい、どうも。ポテチとクッキー人気っすね。クッキースペシャル、何がスペシャルなんですかね。これぶん投げんなよ。こういう人こそぶん投げんだよな。投げないっすね、ごめんなさいね。ほんと偏見いっちゃって、あの迷惑客が全然出てきませんけど。しかも本命の滞在時間長。どれっすか、どこっすかね。殺します、こいつっすね多分。死んでくれません。僕アルバイト。え、こいつじゃないの。どれっすかね、こっち見て。あ、はい、死んでくれます。アルバイト。こいつか。こいつだな。なんだお前、お前何やってんだ。気づいてもらうまでずっとやってたんか。はい、すいませんね。あ、お客さんこれぶん投げたんすね。やりますよ次。ちょっと待って、これさ、支払いしてその後ならさ、バルでぶん殴っても問題ないんじゃないの。あれ、あー、これはなんだ、これはちょっとターゲッティングしといた方がいいな。何をする気なんですか。お、ちゃんと買い物しに来たんすね。じゃあその壁何なんすか。え、いや、何、極度のコミュ障なんすか。大丈夫、いや怖いな、こいつ泥棒くせんだけど。いや、また腰言わしてる客来たわ。あ、ビールですね、黒ラベル。あ、うまいっすよね、ほんとにね。マヨネーズ。シーチキンマヨとかならわかるけど、マヨネーズ味のおにぎり。どれっすか、今殺します。はい、今殺させていただきます。何やってんすかお前。僕アルバイト。何やってんのお前、ほんとにバカか。僕アルバイト。死ねお前、死んどけ。あー、ちょっと待って、ちょっとお待たせしました、申し訳ありません。今ゴミみたいな客がいたんで。なんすかマジで、どこっすか次、どこで何やってんすか。あ、あんたっすね、やっぱり。やっぱあんたでしょ。死んでくれません。いや、お前じゃないんかい。うまい、うまい、お前か、お前だな。どれだ、お前パクってんな多分。お前だろ。オッケーオッケー、うん、めっちゃパクってた。めっちゃ飛んだ。死体まみれなんだけど、コンビニが。あー、ちょっと待ってくれ、ごめんなさいね、本当に。弁当にポテチにでグミ食べるんですか最後に。あー、お口直しみたいな感じですね。ありがとうございます。次はあいつやるな、ぶん投げないですね、大丈夫ですね、ありがとうございます。いや、でも2万8000円しょ、いつまにか。もうちょい3万超えるよ。いらっしゃいませ。何もされてないっすよね。大丈夫そうっすね。あ、どうもどうも、すいませんすいません。はい、どうも、ありがとうございます。何、どれ、なあ、今殺しに行くんですけど。ちょっと待って、もう頭弱いんかお前ら。な、何を、何のためにそこを痛めつけてんのかな。おい、二度やるぞ二度。あんたやるか、やる。何やってんだおい、おい、何やってんだお前、何やってんだおい、バカ。何が無念やねお前。ロッカー、お前女の子のロッカー漁ろうとしたろ。なあ、ニーナちゃんの。あ、すいませんね。あ、マジ。アルバイト。やっちゃった。間違えましたね。ごめんなさいね。でも俺もたまにイライラするときあるんで、無駄のお客さんもたまにありますよ。なんすか、あんた投げますね。投げないですか、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですね。ありがとうございます。こんなコンビニでこういうなんか紙系のやつ買う人っているんだね。俺絶対買わねえけど。いらっしゃいませ。ちょっと待って、こんだけやって。なんだあれ。ん、なんか異世界人が来てねえか。あ、どうもいらっしゃいませ。ちょっと待ってくださいね。ん、どうも。子供かな、子供なのかな。あ、子供っぽいね。あ、なんか、うん、可愛いもん。ビタミン剤も飲んでね。あ、これでアイス食べるのかな。アイスの中にね、ビタミン剤とか入れちゃダメで、なんかね、美味しくないと思うから。殺すよ、うん、殺すよ、うん、殺し、死ね、ごめんてじゃねえのよ。しっかり病院行ってこい。お客さん、お客さんはなんか見た目で、ちゃんこれだね。やっぱ見た目で判断しちゃいけないよね。しこたま野菜、塩タンメン。美味しそうっすね。それ食べますか？服。でもなんかちょっと、なんか周りも怖がると思うんで、特攻服で来ないでくださいね。はいはい、いらっしゃいませ。
どうもどうも。お酒にオレンジジュース飲むんですね。あ、まあでもお酒になんかね酔っ払ったみたいな、なんか強い酒を飲んだ時にオレンジジュース結構効くらしいですね。どうも、はい、すいません。はい、焼きそばですね。いいですね。何してんすか。あ、時間がないってことですね。空いてらっしゃいますね。どうぞ。ありがとうございました。待って、まあ迷惑客っぽいやつはまだ来てないと思うけど、あの長ないこれワンステージが。じゃあ学校っすね。どうもありがとうございました。はい、チョコレートですね。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。こいつやるな、うん、こいつやるぞ。絶対やる絶対やる。わかるわかる、俺にはわかる。もうバールだけ準備しとくか。いや、むしろお前かい、お前かい、お前かい。ちょっと、あはは二人やっちゃった最悪。ありがとうございます。すいませんね、ごめんなさいね。本当に唐揚げチキンですね。唐揚げチキンってなんなんていうか、何してんすか今。なんかしましたよね。うまいうまいじゃないんですよ。あのその、ちょっと待って、サプリはあの、うまいうまいで食う人あんまりないですよ、多分。いらっしゃいませ。あ、あんたやりますね。あんたやるでしょ。わかりますよ。あの、見た目で判断するんで、私。やりますよね。やりませんね。ごめんなさいね、本当に。やらないですね。やる見た目の人やらないですね。やってますね。誰ですか？何やってんすか？飲んでますね。あの、あなたは割といい歳してますよね。常識くらいちゃんと学んだ方がいいですよ、マジで。ね。常識学んでなさそうな見た目で判断しちゃうんですけど、こういう人ちゃんとやるんですよ。ね、ゆで卵の肉巻き。美味しそうっすね。でもなんか片ゆでなんすか。俺、あの、半熟の方がちゃんといいっすよね。いらっしゃいませ。あ、なんかやべそうな3人が来たな。チリ取るっすね。相変わらず口臭いっすね。焼きそば食うんすか。ニンニク入れない方がいいっすよ、マジで。大丈夫か、なんだ、寝るだけかい。アルバイト、寝るだけならまだ迷惑じゃねえんじゃねえかなと思っちゃった俺がいる。他の奴らがやばすぎて。いらっしゃいませ。落としましたね、お客さんね。あの、時間があるんだ、急いでくれっていう、そういうなんかアピールするんだったら、最初からその商品落とさないでもらいます、真面目に。ねえ、引っ張ってきますよ、バールで。あらしゃあらしゃあ。次なんすか？はぁ、どこですか？ぶっ殺しますわ、マジで。はおい、どれで、おい、どこにいんだな。おい、あそこ後ろだな。とうとう来たな。とうとう外だな。おい、おい、店の中で何やってんだ、おい。中だな。おい、中でやってんな、どけ、ババ。ちょっとお前ら全員どけ。お前ら一回帰れな。今こっちイララしてんだわ。なあ、ちょっとどけ。なあ、俺は今評価どうなってもいいんだ。どこにいんだおい。どこで寝てんだよ。おい、いたな。もう酔っちゃって動けなくてさっさとくたばれてめ。なあ、おめえのせいで3人の客犠牲になったんだよ。ああ、知らっしゃんせ。4万、そろそろされんな。おめえもかい。あ、多いな、マジで。この町、この町マジで終わってんな。おめえやるな、おめえやるだろな。やりそうだよな、その取り方やるわ。やんないっすね、ごめんなさいね、本当にね。やろうと思ってる人ってね、ね、そういう顔するんすよ。何言ってんすかね。いや、先生、あの、うん、あの、うん、あの、髪のセット大事なんすかね。いや、すごいなんかヘア系のやついっぱい買うんですけど、なんかそうですね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あ、あいつやるな、あいつやるだろ、わかるぞ、おい。やるんだろ、やんねえな。やってな、やってるやってる、やっぱりやるわ。ほら、今度当たったわ。おい、てめえクソババ、おい、お前じゃないんけ。どれやねん。いた、なんですか、なんですか。今度外っすね。ちょっと待ってくださいね、お客様。おい、なんもすちょっと、お前じゃない、危ねえ危ねえ。おい、どこだよ。おい、お前マジで、ほんと脳ぐしゅぐしゅする。何してんのかな。あったけえじゃねえんだわな。あ、お前ほんとに家帰りゃいいやろ。チャリをパクるな、ブロッコリーマンが。何してんだお前、本当にいかれ。うん、もういいよ、ちょっと他の客どうでもいいから、ちょっとお前の動向を伺わさせてね。何をする気なのかな。何をする気なんかな、おっちゃん。おっちゃん、ストレス溜まってんのか。よくないぞ、おっちゃん。おっちゃん、ゴミ荒らすんか、それで。手でいいやろ。あ、ロッカーか。ロッカーじゃないんか。何しようとしてんだ、おっちゃん。おっちゃん、おっちゃん、何してんだ、何してんだ、おい、なんだお前、どうした。ちょっと、めっちゃ並んでんね、なんかしてんね、こいつ何してんだおい。いや、なんで上がんの。まだ未遂だけどね。待て、こいつら何なんだ。怪しいな。何してんだろう。おめえ、
お前嘘やろ。お前マジ。おい。おい。アルバイト。ちょっと待て。どれお前か。アルバイト。ちょっと待ってくださいお客様。ちょっとマジで待ってください。あの想定外の事故が起こってるんですよ。すいません。すいません。これ絶対投げられますよね。これ破片かよ。破片こっちまで飛んできてる。おい見分けつかんくなるって。え、どれどれどれ。いや落としすぎっすよお客さん。びっくりしたんすかね。ちょごめんなさいねマジで。絶対ぶん投げられますよね。分かってます分かってます。準備しとくんで。はいはい分かりました。ありがとうございます。すいませんね本当に。おいすいません。俺ほんと治安悪いとかじゃねえから。なんでっけ、ちょもう腹立つ。見てくれこれ、なくなったわ。ふむふむじゃねえんだわ。おい大変すぎるぞ俺。まあでも出口が普通に増えたのはいいな。こっからもお客さん入ってこれるし、ポジティブに考えよう。ポジティブに。あそこからもお客さん入ってこれると思う。どうもどうもどうも。雨降りですね。リンスなんですね雨降りっていう。なんかなんだあれは。あれはなんだ。あ、いらっしゃいませ。すいませんね。ちょっと怒ってるかな。大丈夫かな。まあでもぶん投げられてない分まだちょっと我慢してんのかな。ありがとうございます。本当すいませんね。おはようございます。ぶん投げられるか。さすがにまた過ぎてるよな。おお大丈夫ですね。ありがとうございます。奥の、あーなんかあいつ、あー大丈夫だな。ナス入りミートボール。おいしそうっすね。はい、やってますね。ちょっと待ってくださいね。今殺しますんで。アルバイト。ちょっと待って、さっきのなんかいかにも怪しい人。貞子来た。あれ貞子だな。はい、いらっしゃいます。そうですね、あのね、世の中にはね、いろんな人がいるんですよ。よかったっす、よかったっす。どうもいらっしゃいます。あいつ何しに来たんだ。あいつなんだ。気になってしょうがねえんだけど。ちょ、気い散るって。貞子は気い散る。いらっしゃいませ。いいっすね、なんかね、このね、チョコレートスティックみたいなやつ美味しいっすよね。最近風だから。もう気にせずあそこから入ってくるな客。あの人は何もしないっすね。貞子さん、井戸で疲れたんすかね。井戸帰りですか。井戸が、あ、そういうケースか。サラコさん、ちゃんとあの、まとってるんですね、霊力を。霊力まとっちゃってるんですね。でもまだいいっすよ、まだ全然。まだね、あの電気がチカチカするぐらいならね、トラックで突っ込んでくるやつよりか全然マシっすわ。え、あの、どこまで来るんすかね。お客さん、お客さん、そこ違う、裏飯屋。ん、殴ったほうしっすね。私、幽霊なんですけど。知ってますよ。でも物理聞く時点であなた多分ほぼ幽霊じゃないっす。ん、何してんすか、何してんすか。重いなじゃないっすよ。店員近くにいる時にそんなことしないでくださいね。いや特にでもダメっすよ。よくないっすからね本当に。あ、マイナス 500? え、ちょっと待って、他何かいる。なんか寝てますね。うん、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。こんだけやってまだ半分いってないのやばいな。ちょっと待ってください。今殺しに行きますんで。どれですか、あのおばさんですか。うんうんうん、おい、アルバイト。このお年寄りですらこんなことするこの町やばくないですか。あ、何やってんだおい。お前何や、土食ってんのか。土うめえじゃねえんだよ。アルバイト。まだマシだけど飛びすぎなあと。タバコ吸ってますね。あ、これやばいですね本当に。ちょっと治安がだん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 なんかあの逆にこの店のなんか悪いことしようとしてるのかな。この店だけでね、何を言ってんの。ちょっと待って、俺もパニックってるからちょっと何を言ってるのか分からなくなってきちゃったけど。寝てますね。うん、ウィークじゃねえんだよ。酔っ払いすぎて後々後悔してるやつだそれ。おい落書きしてんの。おい店員生きろって応援してる。じゃあいいわ、じゃあいい、じゃあいい。いや、やっぱやめとくわ、お前殺すわ。うん、ちゃんと迷惑なんだ、ちゃんと迷惑やってるやんけお前な。多分いいやつなんだろうけど頭が死ぬほど弱いんだろうな。ちょっと待ってくださいね本当に。ピアノ持ってきてる。ペンギン、ペンギンいるけど。すいません、マジですいません、本当ごめんなさいね。おいマジで本当ゴミ見てなきゃ怖いな本当によ。おいお茶2本目いってるやんけ。おい飲みすぎな。うん、なんだ、店員のフリすんじゃねえお前、バレたかじゃねえんだわ。お前頭おかしいやろ。なんだあれ。なんだなんだあれは。おい、あ、ちょ、これ、それ、パテチですね。顔見ろ、顔、顔、顔。怒ってはないですね。おい、あ、じゃあ、これ、普通に入ってきてるのか。
何してんすか。うん、前向きに生きろ。いやおめえがアルバイト。いやマイナス1000。なんでだよ。おかしい。ペンギン来ちゃった。なんだ前向きに生きろって。なんだ普通にちゃんと公共の場で。いやいいのか、あれあれは迷惑行為じゃないのか。いやもう腹立つわマジで。おいおい、あもうまたお茶かい。ウーグーじゃねえお前。頼むって。ちょペンギンさん、ペンギンさん大丈夫ですか。ごめんなさいね本当に。ペンギンさんもちゃんと列並ぶんすかね。まあのペンギンってあれだよね、なんかあのね列でなんかあれあるじゃん、海飛び込むみたいなね。はいはい、どうも、はい、ありがとうございました。何いないよね、まだもういないっしょ。あ、すいません。ちょ、ペンギンさんは以上でね、接客した方がいいと思うんで。ペンギンさん、あれ、ペンギンさん、これ、お会計、ペンギンさん、ペンギンさん、お会計できないんですかね。それできないですよね。ペンギンさん、ちょ、何でマイナス500なってんすか。ちょ、待ってくださいね。ペンギンさん、ペンギンさん、ペンギンさん、お会計してもらえないと困るんですよ。ペンギンさん、ペンギン、あ、ペンギン、ペンギン、ペンギン、当たんないな、ペンギン。ちょっと待って。あれこいつ無敵か。ペンギンさん、あのお会計して。ペン、おい待て待て待て、殺すぞ、おい殺すぞぜ。おい、おペンギン、どこまで行くんだこいつ。ちょっと待ってくださいね。はいはい、すいませんすいません、マジでほんとごめんなさいね。あもう誰だ次。おいもう一生忙しいんだマジで。どこどこどこ、あれ使えねえんだけど。あれちょペンギンさん、ペンギンさん、お会計してね次。今回タダでいいけど。ちょ何のマイナス500なん。ちょっと待って、一回使って。なんかすげえことしてるやついるねえ。ブレイクダンスでなんかすごいあれじゃん、あれのやつやん、帽子かぶないと絶対ダメなやつ。うん、うん、別に迷惑じゃないけどねこれは。ピアノの方が迷惑だろ明らかに。ちょっと待ってくださいね。あーもうほんとどんどん減ってきた。これでまだ半分すらいってないんでやばいでしょねえ。ちょっとぶん投げないからでもらってもいいですか。ちょっと待ってくださいね、お客さんね。皆さんね、お客さんのね、あの、迷惑はちょっとこう、あの、こっち真面目に働いてるんですよ。あの、ほんとやめてもらっていいですか。あの、お客さんもお客さんで、あの、ちゃんとあの、びっくりぐらいしてね。え、あの、上から瓦礫落ちてるんですよ。どれ次。うん、ふうじゃねえんだわ。その、もう、あの、おでんツンツンのレベル100みたいなことやめてくれません。冗談じゃないですよ。冗談はやらないんすよ、まずねえ。もう早く出てくれません。その顔やめて。まあ今のところは大丈夫だろ、さすがに。あの定位置行くなよ、定位置行って飲み物取んなよ。大丈夫ですね、 OK です。はは、はどれ、何やってんだ。うん、筋トレしてるね。な、何これ。余裕余裕。うん、帰れ今すぐに。うん、いや、かっけえな、パルクールしてるよ。なにこれ、大丈夫、裏作してごめんなさい。いや別にあんま迷惑じゃないっす、正直ね。正直言うとね、あの軽トレで突っ込んでくるやつもいれば、上から飛んでくるスーパーヒーローもいるんすよ。何やってんねん。ちょっと客多くなってきたな、やばいな。ごめんなさいね、お客さん、これ絶対怒ってる、絶対怒ってるよね。怒ってないんすね。心優しいお客さんもいますよね、そりゃごめんなさいね、ほんとに。また来たな、あのじじい、懲りねえな。ちょ、ごめんなさいね。はいはいはい、すげえ並ばれてますけど、ほんとごめんなさいね、ちょっと迷惑な客ばっかなんですよ。いないっすか、ゴミいないっすか。うん、今、予備軍が来てんすよね。ごめんなさいね。あ、はい、すいません、すいません。長くね？まだ半分なんすか？ちょっと疲労感が半端ないです。何してん、何してんだ。ちょっとごめんなさいね、今会計するんで。ずっと気がするけど、お前みたいなあの俺同級生いるわね。えねえ、すげえ髪型のやつ。ちょっと待ってくださいね。あれハンマーくんは、ハンマーおじさんどういった。ハンマーおじさん消えたくね。あ、ごめんなさいね、ヤンキーくん。 OK です、 OK です。はい、逆にヤンキーくん何もしなくなってきたな。なんか白いと黒服のやつはやるけど、この黒服全然しなくなったね。いない。あれ、ハンマーちゃん、ハンマーちゃんって、ハンマーおじさんどこ行った。なんかしようとしてないか。なんかやべえの来たよ。杖も持ってるし怪しいよ。ちょっと特殊なやつ来た瞬間。どれですか、ど
こで何してるんですか。いないっすけど。あれっすね、あれっすね、お前まともな客だと思ったら違いましたね。リンゴ食うなてめなあ、ほんとくたばっちまい。ちょっと待ってくださいね、ほんとにこのゲームめっちゃくちゃ疲労感半端ないぞ。もう疲れてきたぞ。はい、どうもありがとうございました。来たなやべえの来たな。おい大丈夫か、おいあいつ、あのじいちゃんも怖えな。常識っていうか今の常識を分かってなさそうな。どれどこやってんねえ。いつ入ってたん、いつ入ってたんすか。下着ないかなじゃねえんだわ。しかも店長さんですよね、男の人。うん、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。ロボットさん、ロボットさん、何やってんすか。そんなに辛いなら働かなければいいのに。いらっしゃいませ。あ、いっぱい買ってくれますね、ありがとうございますね。ちょっと待って、他に迷惑してるやついる、迷惑客いる。ちょっと待ってくださいね、いなさそうだけどな。ん？ん？ん？なんか今いな、ちょっと待ってくださいね、今なんか外にいたような気がする。おじいちゃん入ってきたな、ちょっと待ってくださいね。よし、バール用意するんで。ここになんかいなかった、あ、いるな。うん、まあ迷惑じゃねえけど、まあ別に、うん、まあまあお前ぐらいは、まあ正直もうここまで来たらどうでもいい。1キロめっちゃ書かれてるし。ちょっと待ってくださいよ、ワンオペしんどすぎますってこれ。お客さんちょっと待ってくださいね、ぶん投げるのやめてもらっていいですか、本当に。何してんだ、すっきりしたじゃねえんだわお前本当に。おい、何何何何は、何やったの、押したな、誰か押したろあれなあ。おじいちゃん、おじいちゃんちょっと待って、なんかやってる、なんかやってる、なんかやってる。これタバコ吸ってる、ここでね、うん、バカ垂れるがおめえ、周りは探しにないんじゃねえんだよ、俺のせいでなったんだろおめえ。待って待って、また貸しはしなかったは、お前何してんのね、何してんのね、じじい。もうマジ見境なくぶん殴るよ本当にね。もう治安悪すぎるとかじゃないもん、なんかあいつはただのやべえじじいだもん。いらっしゃいませ。なんかや、いやもうはよせいじゃねえんだ。ちょっと待ってくださいね、何何あれ、何やってんの、なんか鏡持ってる。あアルバイト、おめちょっと待って、多いて、多すぎるて、お前何してんの、アルバイト。別に迷惑かかってない、いやなんでこれゼロなの。おい一発野球しようぜお前まとな。うん、いやほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい、マジでほんとごめんなさいね。チャンス、でも分かるじゃん、俺も忙しいの。見れば分かりますよね、投げませんよね。あ、ほんとよかったっす、よかったっす、ほんとに。マジで俺も、ここまで辛いゲームだと思いませんでした、マジで。ねえ、ちょ、いいっすよ、マジで、もう。ちょ、ほんとやめてもらっていいっすか。似合ってんだよ、てめえ。もう、ババ、ババじゃ、ハーハーじゃねえか、お前。R18 サイト見んな、お前。コンビニもなんでこれ開けるようになってんだよ。いきます、はい、はい、はい、ごめんなさいね、はい。はい、はい、どうもどうも、はい、すみません、塩タンメンですね。美味しいっすよね、多分。あー疲れる。なんか来た、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 なんか来た。なんやねん。こいつは迷惑なんか、迷惑だな。アルバイト、うん、ゼロかい。ちゃんともいない、うん。お前明らかに泥棒やろ。なあ、絶対泥棒だよね。レジ向かってるよね。うん、うん、バカかお前。アルバイト。そこに誰もいねえだろ。お前素通りしたろ今。何？うわーって何？何何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 ？何？あいつ何？何をしてんねん！なんかいる？今度何？今度なんすか？ちょっと待ってくださいね。なんかやってるやついるんすよ。何してん、余裕だぜじゃねえんだって。はあ、あーマジでほんとぶん殴りてえこいつね。えなんか変な迷惑なことされるよりも客が目の前にいてこうやって物ぶん投げるやつの方が一番腹立つんだけど。あ、ごめんなさいね、今取りますわ。はい、もうピーしときます、ピー。クソがてめえ、投げんなよ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 、ありがとうございます。お前はなんでその格好なん、迷惑客全然来なくなった。あ、なんか来てそう。客が
がね、とにかくもう遅えな、おい早くしてなあ。まだ飲むん、そんなにベロベロなのに。ヘロヘロやん、お前。もうこういう人こそもう見境なく飲むんだろうな。早く帰れ。なんかやってるか、なんかやろうとしてねえか、あいつ。大丈夫か、やるぞ、すぐバルでやるぞ。すぐバルやからね、やめろよ。何もすんなよ、悪いことすんなよ。伐採するな、バカだれ。やっと来た、迷惑客。しばらく来ねえと思ったら、ちょっと待ってくださいね。普通の客がどん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 増えてきた。大変だわ、これ。普通に接客してんのが一番大変かもしんねえ。いるな。やってんな。何やってんだ？何やってんだ、お前な。ここにいんだろ？なあ、ここじゃねえのか？ここで外かい。外まで行かなきゃいけないの大変なんだって、マジで。ここ壊してくれてありがとう。ちょっとマジショートカットできるわ。何やってんだ、ヤンキーか？お前、構成者じゃなかったんかよ。あかねえじゃねえか、お前、頑張れ、金払えよ、バカ、お前。おーい、おーい、おい、アルバイト、おい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 、アルバイト、おい、てめえら、おい、おい、もう並びすぎなんだよ、おい、アルバイト、もう長いんだよ、てめえらや、死ねえや、おい、おめえもじゃ、大変すぎる。もうちょっとバモペなんで、ちょ、入店できるの3名様までにしてもらえます？ちょうど3人ですね。はい、もう3人までです。もう1人、それで4人目が入ってきた瞬間、その人ぶん殴るんで、普通にもう来ないでください、このコンビニに。お願いしますね。はい、いらっしゃいませ。はい、どうも。よしよし、いいですね。こんくらいのいい、こんくらいがいいのよ、やっぱり。何ですか、どこにいるんですか。あー、お客様、そん中でもそういうことするんですね。うん、隅っこ落ち着くなって。家でできるだろ、カス。うん、何やってんのかな、お客様。うん、そこでタバコ吸うな。バレてるだろ。アルバイト、バカか、お前は。な、急に増えたぞ、また。なんだ、お前は何やってんだよ。もう全員、ほぼ全員迷惑客じゃねえかよ。ごめんなさいね、お客さん。本当にあなたしかいませんわ、今。本当、周り全員ゴミくずれしたわ。何やってんの、ここ。いつ入ってトイレで使うスマホ忘れる、もう死ね死ね死ね。そのなんか割とありきたりな、そういう迷惑やめろ。ちょっとどれどれどれ、今度このどれ、お前だな。はいはい、でんでん、次はなんか喋ってたな今。うんうん、さあ、おい、出てこい。は、お前、普通に入ってきた、普通に入ってきた。どいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。すいませんね、今やるんで、ちょっと待ってくださいね。僕アルバイト、まあ、ちょっと1対1にさせてもらっていいですか。ちょっと待ってくださいね。他に迷惑客は、あ、いますね。ちょっと待ってください。お前もう邪魔だよ、お前なあ。一発で負けるんかい。ありえんぐらいよわ。ちょっと待ってくださいね。土食ってますね。土美味しいですか、うん、ここの土じゃなかったら別にいいんで、他のところで食ってもらっていいですか、ね、だんだん俺優しくなってきた。何やってんの、うん、誰な、クソみてえな旗を立ててやったぜ。自分でクソって言うな。アルバイト、もっと自分に自信持て。また来たな、アルバイト。おいキンキンに冷えてやがるじゃねえんだよ。笑ってんじゃねえよ、お前。未来のカスが一番。もう待て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 、これはもう迷惑客ゾーンか、来てんねえ、これ時間が。寝るな寝るな、バカ。んで、お前は絶対に予備軍だからぶん殴るわな、お前は絶対そうだから、分かる分かる、分かってるから。んで、ちょっと待って、スキャンができない。これ誰のこれ誰のこれ誰のなん、いるな、また。ちょっと待ってくださいね、ほんとちょっと待ってくださいね。誰のか分かんねえけど、うんうん、来てんな来てんな。お前絶対なんかするやろ、バッと。バカか、お前。アルバイト、お前何してんの、またやろうなんじゃねえんだわ。どこどこ、うん、いる、うん、奥にもいる。アルバイト、うん、
ぐぐん、ちょっと待って待って待って、多すぎ多すぎ多すぎ、僕アルバイト。多分このおばあちゃんは多分殴ったら本当に死ぬぞ。ライザップであれ。ああついに来た。僕アルバイト。もしかして炎上するじゃねえ。もう待て、この町やばすぎ本当に。ね、頼むよ、もういいって、もういい、普通に接客させてくれ。いや接客もめんどくせえけど、もうすでにまだ終わんねえの、まだ結構あるやん。ちょ、どこどこな、あれか、あれだけか。あー、いらの中指野郎もいるな。開かねえじゃねえかじゃねえ、もうおめえは一生開くの、それ使うなマジで。お前中指やろ、近くに行ったらもう一本立てるんやろ。立てろ立てろ、ほら立てたな、おいしね。あ、お前俺の商品買ってくれた客かい。どけ。何？また割れたよ、おい。誰だ割ったの、おい。お前だな絶対な。ナムさんじゃねえんだわ、もうコンビニボロボロなってきたって。何してんの？ねえ、何をしてんのかな。急に一気に増えるやん、ゴミどもが。こいつ足早い。腹立つ。どれ？もういい。僕もいる。ちょっと本当に待って。二人？あと二人いんの？いるな。で夜によって遠いところでやってんだよ。多い。マジで多すぎる。多すぎる。ちょ、もうちょいで終わる。もうちょいで終わるよ。ちょっと畳みかけてきたな急に。おめえ、どうせお前もやろな、お前もやろ、知ってる知ってる、絶対お前もなと思った。おい待って、やめろ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 、おい、あとどれだ。ちょマジで、おい地獄かここ。よっしゃダブルキルオッケー、いいよ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 。で、あいつもなんかするんじゃねえか。どれどれどれ、お前に、お前とパルクールだな。もう終わるやろ。一回が超長えぞこれ。もう俺高評価数15万になってる。人気アーティストの MV みたいになってんだけど。でお前もやろ、お前もやろ、お前も知ってる知ってる、絶対お前もだと思った。でお前は飲んでんだな、クソだよ。おい、なんだこれ、もう手組んでるだろ全員で。今まで迷惑かけてきたけど全員来てるだろ。お前どこ行くんだおい。もう分かるって、わかるわかる。おお、もうやめろ、お前もだろ。なんでやねん、お前もそうだったんかい、ちゃんと。ああ、もうほんとこれもう全員だろ、もう全員、もう畳みかけるぞ。もう何かされる前に殴るからね、言っとくけど。お前どこ行くんだ。お前マジで、おい全員全員やん、お前もやろ。貞子も来てた。やっと長え、超長かった。いやー悪かったな。大変だったよな。大変どころじゃねえわ。もうやめるわ、これ。迷惑客の対応したりしなければならないと思うが、嫌なことは嫌でいいんだ。嫌な客はぶん殴れ。自分自身を大切にするんだ。その理論は、このゲームにしか通用せん。な、ぶん殴ったら終わりなのよ、こっちが。ところで、明日から旅行、いや、出張でいなくなってしまうのが悪いけど、一ヶ月ほど頼めないか。こいつ殴れ、こいつを殴れ、こいつを迷惑だ、もう思いっきりぶん殴れ。頼むよバイト。僕アルバイト。無理やり終わらせんな。よし、アルバイトやめるか。やめろ、こんなバイトやめろ。てかここがやばいわ、こんなとこ、ここ以外ない。いやマジ大変だった。ど動画どうなってんだろう。半分以上早送りされてんじゃねえの。ねえ、主人公も主人公で客殴るときに僕アルバイトって言ってるのがさ、もうこいつも多分おかしくなっちゃってんだよね、真面目に。感動しねえから別に。
こいつとの思い出なんもねえから、買い物客グッド。何このハテナって、まだ別パターンあるってこと？あーもういろんなパターンあるんだね。まだこんだけやっててまだ出てきてないやついるんだね。ペンギンかわいい。いや自主規制ブロッコリーいたよ。なんでバッとなってんの。あ、悪いやつらってことか。ネオミ、キャンプファイヤーで炎上系、炎上系2で女幽霊さん、キックキャッシュ、金庫泥棒、オープン筋肉いたね。あー、温めますか、破壊しますか。別の店からの手先、もう手先だったんだよ。おまけの中身が知りたくて、ぬいぐるみいたね。いやハテナ多いね。まだ4体ぐらいいたのかな。無銭飲食、クソフラッグでかいやつ、ネットでバカにされた人、だし汁、魅惑の小実家いたね。 R18 もいた。ギョロジこいつか。回転ね、隅っこ済み。ダイナミック入店ちゃんと見れてなかったな。スーパーヒーローも来た。あー困ったな。店員キロいいやつだけど頭悪い。腕立てで壁走り、トイレでタバコね。壁壊しおじさん。ヤンキー、クソ兄弟。開けられない人。なんで開けられねえんだよ。ベンチプレス、睡眠、酔っ払いね。でトイレ、スマホ、うるさい人、で下着泥ね。盗撮さんもいたね。野球少年いたわ。でクレーマーはなんか大きい声出してるやつぶん殴ったな。野球少年に料理人いた。で、ま、万引きのレベルじゃねえから。ダンスいたな。で股割り、鍵なくした人、それはお前が悪いだろ。ロボカスで休憩中ね。あれうわーのやつか、叫びながら走り回る人。ダンベルで土食うやつか、土梅。土梅最後かい。あーで店長か、店長極悪。このコンビニよく続いてるね。まあでも店長も極悪だから、結局ああいうなんか治安悪い迷惑客のことも放置したりすんのかな。だから逆にその迷惑客からすればなんかすっきりするコンビニでいいなみたいな。でたまたま俺が新人で入っちゃって、いつも大丈夫だったのにバルでぶん殴られるようになっちゃったみたいな、そんな感じだったりする。別にこのゲームでこんな考察いらないだろ。終わった。いや疲れた。疲れた。疲労感半端ねえこのゲーム。マジでイライラするし。いやということで皆さんいかがでしたでしょうか。僕アルバイトでした。いや大変だねコンビニ店員って。でこれちなみにさ、ハテナいっぱいあったけど、これは何なの。あ、図鑑とかね。あ、まあ、こういう感じで俺はまあ、でもほとんど見れたんだよね。女よりスーパーヒーロー、こう1個でしょ。多分4個5個ぐらいあるよね。2んで、あとは3、4、うん、ん、これ5個かな。まあ、5個ぐらいまだ見れた。6個まだある。このスクロール目悪くなりそう。まあ、6個ぐらい見れてないんだけど、まあ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 、とりあえず、うん、疲れたんでやめようかなと思います。あ、もう、コンビニがね、売られてる。うわこういう、最後こういう風に終わるのね。店長どうなったの。はい、終わります。皆さんも、このゲーム500円くらいで買えるんで、ちょっとやってみてください。なんか俺がまだ見てないやつとかもあると思うんで。まあ、あったんで。はい。じゃあ最後に皆さん、僕と一緒にタイトルコールで締めましょう。もうスマホとかパソコンで見てる人、周りに人がいる、公共の場にいる、そんなん関係ない。俺と一緒にタイトルコールで締めよう。いくよ。せーの、僕、あ